皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和馬と申します。本日はですね、前半はライフハッカーというですね、日本の超有名なですね、キュレーションサイト、こちらを使った、商品の検索の仕方についてご紹介させてきまして、後半のニュースのセクションですね、Airbnb の、2020年第2四半期の決算が発表されまして、やはりコロナウイルスの関係で大きく影響を受けております。どのような感じになったのか、これについてですね、本日は、紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味がある方はぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今皆さんが画面に見てみるのはですね、文字通りライフハッカーという、日本のサイトになりますけれども、ここにですね、いろんな、記事だとか商品だとかっていうのを紹介してありまして、もちろんこれね、商品だけではなくてですね、こういうファイナンスだとかいろいろと、いろんな情報の、サイトなんですけども、ここにですね、いろんな商品が、紹介されているわけです。で、こういったところからですね、いろんな商品を見つけていくという形ですね。ただね、本当にこのサイト、町屋を運営している会社がですね、このライフハッカーをやっておりまして、キャンプファイヤーの町屋に出すと、このライフハッカーに記事が載るというところもありまして、多くのプロダクトがですね、ここに紹介されているわけです。はい、なので、ここを見ながらですね、いろんな商品というのをですね、探していくというのがですね、いいんじゃないかなというふうに思います。ここにですね、いろんなプロダクトの商品とかっていうのをですね、紹介されている感じですね。なんで、こういったところを見ながら、商品を見ながらっていうところなんですけども、ここに出てるのはもうほとんど、町屋とかに出ている、商品ですのでですね、あんまりちょっとそこは今から選ぶっていうよりも、こういった商品が今現在日本に出ていると見るのにはいいんじゃないかなというふうに思います。これも、下に貼っときますので、ぜひこちらの方もですね、見ていただければというふうに思います。今日はですね、民泊の、情報ですけども、 Airbnb Revenue Reportability Plunged 67% in the second quarter as COVID-19 wreck hard work on its business。2020年の第2四半期の発表をしたところですね、前年比と比較して 67%、売上が落ちてしまった、コロナウイルスの関係でということですね。Airbnb's revenue plummeted 67% in the second quarter compared to the same period last year according to the Bloomberg. The steep drop off reflection of the impact of COVID-19 which has restricted travel across the globe.The company reported brought in just $335 million in revenue during the period ended June 30th, down from more than $1 billion in the same year last year. 昨年の、第二四半期の時には1ビリオンの収益があったんですけど、今年は335ミリオンに落ち込んでしまっているという、かなり、67% ダウンというところに、なっております。やはりですね、トラベル規制がやっぱり一番大きいですね。そもそも人が動きが止まってしまっている。国ベースでも旅行しちゃダメですよと、旅行したら14日間ね、検疫で隔離されますよっていうことになっているため、人々はですね、怖くて海外旅行できないんですね。そういったのも含めてですね、Airbnb全体の今人の出入りっていうのはもうほとんど止まっちゃっているという状況なんですね。それでも今 Airbnb はですね、8月に株式上場を目指している。But the company is still planning on IPO this year, possibly as soon as August. そうですね。一旦ちょっとね、業績が悪くて撤回してたんですけども、また先月ぐらいにですね、IPO を今年やるぞというところで、なんとしてもここ で資金調達をしていきたいんじゃないのかなというふうに思います。Airbnb でもですね、サービス自体は非常に私もユニークで面白いというふうに思っておりますけども、今回のようなことが起きてしまうとですね、 Airbnb のホストもですね、人が全く入らず固定費だけ買っていくという状況で多くの人が撤退しておりまして、私自身もですね、その一人なんですけども、今後この COVID-19 が早く落ち着いてですね、人の動きがまた戻れば、確実にこの Airbnb の収益というのは改善に向かっていくとは思っておりますけども、今のところかなり日々に影響を受けていると、そういった状況でございます。はい、それではですね、本日のコンテンツは、以上となります。本日のコンテンツが良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、こちらの方からぜひフォローしていただけると幸いです。
また日々稼ぐノウハウについてですね、メルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日の内容は以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.